はい、こんにちは、ジャムです。今回もドクターマリオワールドの動画撮ろうと思うんですが、まあ、とりあえずね、スカウト1回して VS モードを戦っていこうと思います。ってことで、チケットがね、最後でいこうか。はい、おー、ニューだけど、ゲッソーか。ステージモードで 10% の確率で最初のカプセルが2個同じ色の組み合わせになります。あー、赤とか、なんだこれ、どうなんだよくわからんな。20% の確率で最初のカプセルが4個同じ色の組み合わせで出ます。これはどうなんだろう。ステージがどういうのかによってなんか逆に嬉しくないみたいなこともあるんじゃないかな。はい、まあそんな感じでした。と、じゃあ VS モード行こう。ジェッソーとか確かに使ってる人見ないからな。使えるのかがよくわからんと思ったけど、確かに能力を見て。ピーチか。あれ、今サポート何言ってた、見逃したのかもしれない。ここでいや、塞いじゃってよかったWhat?
戻ってきた。さあ3連勝して終わりたいって前回も言ったんだけど、前回はあ、ゲストを使ってる人いるな。ゲストを使ってる人いるじゃん。どうしよう。できないな。はい、ってことで、まあ、今回も参戦して、2勝1敗ってことで、まあ、一歩ずつ進んではいるけれどって感じかな、うん、はい、じゃあ今回の動画はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。